生麺中華麺は小麦粉を原料とする中国発祥の麺の一種。乾水を使って作られることが必須であり特徴であったが現代では別の原料で代替されるものもある。日本ではラーメンや焼きそば、冷やし中華、中華風つけ麺などに使用されることが多い料理の材料である。乾水を入れることを除けば基本的な製法は同じ小麦粉が 原料のうどんやパスタと同じである。独特の成分の乾水を加えることで、腰、黄色の色合い、独特の香り、製法により、縮れなど、独特の特徴が出る。中国の内モンゴルにある韓古の水を用いると、腰の強い麺ができるということがわかり、中華麺の製造に使用されるようになったとされる。中国一貫村の生活史には、 農民が山より湧き出る水を使って麺作りを行ったところ、井戸水を使った麺とは異なる麺ができたという中華麺誕生の由来があり、この山の土質にアルカリ性物質が大量に含まれていて、この物質がこの水に溶解していることを農民は知る由しもなかったのであるが、以来この地方の農民はこの水を煮詰めたり固形化して各地に移出し、中華麺は中国全土に広まっていった。 日本では1859年の開港により外国人居留地が誕生し中国人による中華料理店の増加に伴い品そばの名で知られるようになった1923年には横浜と東京の深川に初めて日本人経営の冠水業者が営業開始した戦前は中国から輸入されたものが主に使われていたが 1945年以降は日本国内で作られている炭酸アルカリが主に使われており、1987年以降は厚生省により自主製品検査体制となっている。乾水がアルカリ性であることにより、小麦粉のタンパク質グルテンの性質を変化させ、麺にコシとツヤを与え、小麦粉に含まれるフラボノイドを黄色化し、独特の麺の色と香りを与える。 ただし最近の研究によると、良質の小麦粉であれば、よりグルテンを形成しやすいため、乾水を使わなくても、使用だけで、腰の強い麺は可能であるという意見もある。中華麺という名称ではあるが、中国、香港や台湾などの中華料理の本場ではそれほど、メジャーな種類の麺でなく、これらの地域では、日本のように麺の腰を重視しない傾向や、 乾水独特の周期と苦味のためか、乾水を使用する麺は一般的にならなかったと思われる。日本では、ラーメンなど、日本風にアレンジされた中華料理の食材として普及し、中華麺の名称で知られるようになり、本場の中国にも劣らないほどの発展を遂げた。主にラーメンや焼きそばに使われ、生麺、茹で麺、蒸し麺、乾麺、インスタント麺などの形で流通している。 製麺会社が飲食店などクライアントの要望に合わせて様々な麺を作り、ラーメンチェーン店や中華料理店などで使用される。食品会社も家庭用に中華麺を販売している。ラーメン専門店では自家製麺を使用している店もある。小麦粉にそば粉を混ぜ合わせてそばに近づけたものや唐辛子などを混ぜ込み麺自体に味を付加したものなど、個性的な麺も存在する。 中華麺の材料は小麦粉、乾水、水が必要とされる。小麦粉に乾水を溶かした水を混ぜた後、強い力でこねて、玉にする。その玉を打ち粉を使用しながら、綿棒で伸ばし、製麺機など刃物で細く切る。途中で寝かせを入れることも多い。通常の加水率は一般的には35%程度である。加水率を高くすると、 水分の割合が多くなることから、伸びにくい、つるっとした表面で、喉越しが良い、食感は柔らかく、麺のコシや粉の風味は弱くなる、日持ちがしない、太い麺に作られることが多い、などの特徴が挙げられる。逆に、加水率を低くすると、小麦粉の割合が多くなることで、香りやコシが強くなる、伸びやすくなる、表面がザラッとして、スープの辛みが良い、日持ちが良い、 面を細く作られることが多い、などの特徴がある。実際には、食感や香りを求めて、加水率を変えるというよりは、作られる場所や、地方の温度や湿度に合わせて、最適な面作りをする上で決められることが多く、例えば冬の東北地方では、温度が下がり乾燥するにつれて、加水率が高くなる傾向がある。形状としては、生地を伸ばし、切り出したままの各面。 切り出した後に成形して丸くした丸面厚みに対して幅広く切り出した平打ち面がある。また打ち出した後に特別な加工をしないストレート面と手でもみほぐしたり機械で圧力をかけたりして面に波状の縮れを出した縮れ面に分けられる。中華面の特徴である縮れは製麺機に縮れを与える細工をしたり手で揉んで縮れた面を製造している。 寒水による化学反応で縮れが生じるという俗説は誤解である。寒水は日本農林企画によりその成分が規定され、昭和62年以降は検査体制を整えておりやす全面での問題はないが、過去には日中の国交が回復せずに中国からの輸入が途絶えていた戦後しばらくの間、食品にふさわしくない火星相談などを含んだ粗悪な 代用品が出回り、1957年に厚生省が、乾水は基準を満たす合成化学品に限ると基準を規制したこともある。そのため、乾水の健康面への安全性に対して疑問を持つ声もある。また、乾水は人によっては拒否感を示す、独特の匂いを持ち、乾水そのものの効能に対して疑問を唱える人もいる。 こうした乾水に対して否定的な立場を取る人たちのため、乾水の代わりに鶏卵などを用いた無乾水面が存在する。沖縄そばでは古来乾水の代用として使用されてきた悪を解雇的に用いる例も見られる。同盟であっても地域によって刺す料理が異なる場合がある。ありがとうございます。